はい、おはようございます。今日は5月の18日だな。朝の保護猫です、はい。今日もママからスタートで、ね、まあ、おしっこもね、調子よく出てるんでね、うん、安心ですね、ほんまに。ね、ようなくし、よう食べるし、ね、うんこもするし、ね。はい、シャー君。シャー君も、まあ、変わらへんけどね、毎日。ね、はい、こんな感じで、トラキチ。まあ、今日はちょっとね、いつも長いから、さらっとね、動画撮っていくかなと。はい、シャーコちゃん、泣いてますね。泣いてない、あくびしてますね。まあ、ショーコちゃんは今、ちょっとね、外で撮って、ね、綺麗にしたけど、またぐちゃぐちゃになるんでしょうね、今日も。ね、毎日綺麗にはしてんやけどね。はい。ワイルドちゃんも、ね、大丈夫や思うけど。ね。はい。おばちゃん、はい、ちょっと空いてきたかな。この子ちょっと昨日あたりからね、抗生物質あってんですよ。まだ変わらへんね、うん、ちょっと抗生物質やるようにしようもね、ちょっと長引いてるからね、自力で治せるかな思って、ちょっと長引いとるから、今までやったらちょっともうそろそろ治ってもええ頃かな思いもってね、もうこれでちょっとやっていかんと。それでこの子もね、良くなってるからね。はい、まあ今も与えてんやけどね、治ってからでも。ちょっと、余分、治ったから言うとすぐやめんじゃなくて、ちょっとまあ、2、3日与えて、うん、この日曜日、明日まで与えとこうかなとね。ね、それで、昨日はほんまちょっとね、早寝てんけど、結局、蚊が、蚊に何べんも起こされてね、一回でね、吸わしてたら多分良かったんかもしれないけど、ブーンって言うから気づいてパチって叩いたから逃げて、それで何回もそれで起こされて、体中あっちこっち吸われて、もう今日はもう最悪っすわ。それで嫁はんそれ言うたら、あんたどないしたんみたいな言うから、いや蚊に噛まれて言うけど、全然嫁はん噛まれてみたいでね。なんか昔から B 型の血は臭いんか知らんけど、僕 B 型やからね、あれっすわ、吸われるの。こっちはあかんねやっぱり。こっちは乗ってか知らんけど、反対向いたりいろいろさせられねえ。こっちは無理かもわからんねえ。取れたりするねえ、こっちは。ちょっとまず無理かな、こっちは。ねえ、カチッとで止めてんやけど、やっぱりちょっと乗ったりしてねえ。あかんのか、下から当たって、あれするかもわからんしねえ。わからんけど。ねえ、はい、こんな感じの朝のお猫です。ね、ほんでもカーデンのもう起こされても最悪でしたもん、ね。ね、はい、おまちゃん、あ、おまちゃん、あね、首はちょっと朝から暖冷房効いた感じになってるね。暑いんかな。20冷房27度設定してるのにちょっとあれやね。まあ監視カメラで昼間見てんやけど、あ、また撮れてね。これ直すかんとね、まだ見れないんですよ。ね、監視カメラで昼間ここ見てんやけど、ここやっぱり風当たったら匂れへんね。はい、今日もこんな感じで、まあ今日はちょっとね、仕事もね、暇なんで排出行く予定やねんけど、排出かてちょっとね、木くずがね、排出ものすごい来てて、最近も受け入れもあれしてるからね、ちょっと今日は帰ってくるの遅いかもわからんですよ。行ったらね、うん、行かなあかんかったら排出に、うん、もうだから解体の方の値段も結構上がってきてると思いますよ。仕事ならんと思いますよな。まあ、また余計なね、猫とちゃう話してるけど、まあ、こんな感じで今日はね、ちょっとずっとそのトラックの中で背中から、まあコメントはできるかもわからんけどね、わからんけど行ったのの話やけど、まあこんな感じで今日も一日ね、よろしくお願いします。はい、以上です。